ウラル語族、アルタイ諸語の分布ウラルアルタイ語族は過去に考えられていた言語の分類の一つであり、かつてはインドヨーロッパ語族、セムハム語族と共に世界の三大語族とされていた。現在はウラル語族とアルタイ諸語に分けられている。ウラル語族とアルタイ諸語に共通する特徴としては、公着語であり、SOV 語順、母音調は認証代名詞の類似が挙げられる。 これらをもって、ウラルアルタイ語族というくくりが設けられ、ツラン民族という概念が生じたりもした。ウラル語族とアルタイ諸語の認証代名詞の比較しかし、ウラル語族内の共通語彙を除いて共通する基礎語彙がほとんどなく、言語類型論的特徴は、地域特性である可能性が高いとされ、同型性を示す証拠がないため、現在では、ウラル語族とアルタイ諸語は、 別々に扱われている。1990年代からは、ウラル語族とアル対諸語の関係性が、ユーラシア大語族の観点から、再び関心が持たれるようになり、ウラル語族、アル対諸も、インドヨーロッパ語族の間で関連性を指摘する、見方もある。ドラビガ語族とウラル語族、アル対諸語の間には、文法の著しい類似性が存在する。インドヨーロッパ語族とウラル語族、 アルタイ諸語は一部の形態素が明らかに同源である。また、母音調和が存在する公着語という点では、シュメール語とも類似するが、シュメール語は脳核言語、ウラル語族、アルタイ諸語は対核言語という相違がある。ウラル系民族を特徴づける遺伝子は Y 染色体、ハプログループ N である。このタイプは極北を中心に広く分布し、 ほとんどのウラル系民族で高頻度に観察される。中国北部を起源とし、両画文明時代人の人骨から約70%の高頻度で観察されていることから、ウラル語族の言響は遠く、両画地域まで遡る可能性がある。ある体系民族を特徴づける遺伝子は Y 染色体、ハプログープ C2 であり、カザフ人、モンゴル人、 エベンキ人などで高頻度に観察されるが、ハプログループ N を中頻度に見られる集団が多い。このことから、ウラル語族とアルタ対処語の言語的類似は、ハプログループ N 集団によるとする見方がある。ボマード、アーラン・アール、リー・カンストラクティング・プロト、オシャストラティック、コンパラティブ・フォノロジー、モルフォロジー、アンド・ボキャブラリー、ニ・ボリュームズ、ライデン。 グリル ,ISBN 978-9004168534ルースティエトールファイロジオグロフィオブワイクロモソームハップラグループアイ、デビールズディスティンクトドーメインズオブプリーヒストリックジーンフロー N ヨーロッパアム J ハムジュネ75 128-137ハットアンクワイクイホーンジエーエルアイチャオニングイチャンルーチェンシンジョウ エリカ・ヘイングルバーグフィジョ、2013、y イクロモソームアナリシスオブプリ i トリックヒューマン、ポップやレシャンズ・インザ・ウエスト・リアオ・リバー・バレー、ノース・イースト・チャイナ、BMC13、216エウペジア。ありがとうございます。